教科書をひっくり返り出題します。高能談話の早期撤廃を求める国民大集会、日本を貶める韓国と朝日新聞を許さない、をこれから開催いたします。最初に国歌斉唱を行います。前奏に続いて1回歌ってください。国旗の方に整体してお願いします。日本人の反撃と題した講演会でした。そしてこの慰安婦問題に関して、実際に戦地にいらっしゃった日本の兵士の方々をお招きして、その戦地の慰安所の様子を語っていただくことで、実際に今言われているこの日本が貶められてしまっている不名誉と実際の慰安所の状況はどのような違いがあるのかというのをお話ししていただくことで、日本の兵士の方々も着せられてしまった不名誉を晴らしていこうという趣旨の講演会でした。実際にその講演会にいらっしゃった兵士の方々は、一人が93歳 の、 元陸軍の方で中国にいらっしゃったそうです。そしてもう一人の方は元海軍にいらっしゃった方で、91歳というお年の方でした。さて、その中国にいらっしゃった93歳の兵士の方は、当時まだ20歳前後の若い年齢で戦地に行かれたそうなんですけれども、実際に月に2回お休みの日があったそうなんですね。それで現地にはやはり業者さんが建てた慰安所があって、そこに行くのが楽しみだったんだと話していました。その方の毎月もらう給与が5円50銭で、そして朝鮮人慰安所のその料金といいますか、決められたお金が2円だったとお話ししていました。その兵士の方はそのお金を持ってその慰安所に行って、実際にその朝鮮人慰安婦の方とお会いすると、その方がまだ20歳ぐらいなのに、29歳ぐらいのだいぶ年上のちょっとふくよかな感じの女性がいて、その方にこう1円札を2枚渡したそうなんですね。そうするとその慰安婦の方がこうお金を2枚持って、ああこれを国のお母ちゃんに送るんだと、とても嬉しそうにしたとしていたとお話ししていました。そしてちょっと言いにくい話なんですけれども、その行為が終わった後の避妊具をこう慰安婦の方が持って、日本魂、大和魂取ったのなんて言いながらこう振り回して楽しそうにしていたんだなんてお話をしていました。
実際にあの当時そんな風に慰安婦の 人たちは実際こう貧しい家に生まれたですとかご両親に売られてしまったとかそういった悲しい生い立ちはあったかもしれない。でも実際にその慰安所の中ではとても楽しそうに働いていたんだよと話しておられました。しかしどうでしょうか、今は29歳どころか10代前半の若い女の子が連れてこられたと言われ、そしてお金も払わず、そしてそのような避妊具が使われることもなく妊娠させられてしまって待機させられてしまうと、そういった全く違う話に変えられてしまっています。そのことをその兵士の方は大変悔しいとおっしゃっていました。自分がそのようにレイプ犯だということを言われるのはしょうがない、でもあの戦地で亡くなってしまった戦友たちがそのような不名誉を着せられるのは本当につらいと戦友の話をした時に初めてあの涙をにじましていらっしゃったんですね。あの実際に本番の時はあの割とこう気を強く持って話していらっしゃったんですけれども、本番が始まる前の打ち合わせの時にその戦友の話が出た時に初めてこう目に涙を浮かべて大変悔しそうな顔をしていらっしゃいました。その元兵士の方はきっと戦争が終わった後もずっと気を強く持って生きてこられたのだと私は想像しました。なかなか涙を流すこともなかったのではないかと。でも戦友が不名誉を着せられていること、そのことに関してはその方は絶対に許せなかったんだと思います。また同じく91歳の海軍の方はこうおっしゃってました。自分たちはずっと船の中にいて慰安所に行くことなんてなかった、船の中でずっと戦って、そしてそのまま亡くなってしまっていた戦友がたくさんいる、なのにその戦友たちもまるで日本がその日本の兵士が女性たちをセックスレーブにしたその犯人のように扱われてしまっているのは本当に悔しいと、やはり同じように目に涙をにじませながら悔しそうにおっしゃっていました。あの時日本を守るために戦った兵士の方々が大変ひどい汚名を着せられてしまっています。今私たちが守らなければいけないのは誰でしょうか。私たちの祖父です。それも私たちの命を守るために戦ってくださったあの兵士の方々です。その方々の名誉を果たしていくために今日本人として立ち上がっていかなければいけないと思います。以上です。ありがとうございました。では次にジャーナリストの山宮澄夫さんお願いします。元産経新聞の山宮さんお願いします。皆さんこんばんは。あの大変タイムリーな企画でですね、あの、ご参集いただいた皆さんにもお礼を言いたいと思いますし、あの作る会もですね、あの皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。私はあのこの慰安婦の問題ですね、あの日本の政治家はですね愛国心が足りないんじゃないかと思うんですね。それからそのマスメディアですね、マスコミですね、マスコミには志がないんじゃないかとそう思います。慰安婦はですね強制連行されたわけじゃないんですよ。強制連行されなくてもですね新聞広告でたくさん集まったんですよ。私もあの朝まで生テレビでそれをあの新聞広告を見せましたけどね、一般の兵士がですね月給が15円とか25円とかいう時にですね新聞広告ではですね慰安婦は300円だったんですよ。月収が買収だ、高級買収なんですよ。それ以外にですね前借金が3000円まで可能だと書いてあるんですよ、新聞広告にですよ。家が1軒建つお金なんですよ。強制連行しなくても集まったんですよ。そんなことはもう常識じゃないか。強
ところがですね、アメリカのグレンデールのですね、慰安婦像にもですね、ソウルの慰安婦像にも、セイドレイ像ですよ、これ慰安婦像って言うけども。セイドレイだって言うから、セイドレイ像じゃないの。あるいはニュージャージーの慰安婦碑にもですね、書いてあることは、20万人のアジアの女性がですね、日本軍によって強制連行されて、セイドレイにされたという趣旨のことが書いてあるわけですよ。それぞれ少しずつ違いますけどね、内容は。そういうことが書いてあるんですよ。なんで大嘘じゃないのこれ。なぜ日本の政治家はこれを放置するんだ。なぜ日本のマットミヤスを放置するんだ。冗談じゃありませんよ。村山談話は継承する。河野談話は継承する。どういうことなんですか。私は安倍さんにも言いたい。言ってることとやってることは違うじゃないか。そう思いますよ。政治問題にしない。この問題はですね、慰安婦問題を政治問題にしない、外交問題にしない、口を開けば政権与党は言ってるじゃないですか。おかしいじゃないですか。日本人の名誉がかかってる問題を外交問題にしてでも政治問題にしてでも、あれは嘘なんだと、間違ってたんだと、コロナはもう撤回するんだと言うのが政治家じゃないか。そう思いますよ。愛国心が足りないんじゃないかと、そう思います。2年前にですね、ニュージャージーに取材に行ったんですよ。ニュージャージーで最初に慰安婦碑ができたところに取材に行ったんですよ。で、韓国のですね、ニューヨークに韓国のニュージャージーのパリセードパークという市長に話を聞きですね、それからニューヨークのですね、慰安婦碑をですね、全米に20カ所ぐらい作ろうとしているですね、団体の韓国系アメリカ人の団体の、顧問弁護士とかですね、それからその他ニューヨークでですね、ニューヨークの中国系の市会議員なんかに取材したんです。ニューヨークの中国系の市会議員はですね、慰安婦碑を作ろう、それから、大きな通りをですね、コンフォートウーマンハイウェイというね、そういう慰安婦通りにしようという提案をしてて、これね、今ね、実現してないのはね、これナデシコ・ハドソンさんなんか一生懸命ですね、反対のあれをやってですね、それで私は今も実現してないと思ってるんです。すごく効果があるんです。それでその時にですね、私がショックだったのはですね、慰安婦と言うけれどもですね、売春婦なんだと、あれはね。日本の戦後にもですね、アメリカ人のですね、アメリカ軍人用の売春婦はいましたしですね、ベトナム戦争でもいたじゃないかと。アメリカだって売春婦は、売春は今、売春婦たくさんいるじゃないかと、アメリカでも。ニューヨークにもいるじゃないかと。アリゾナは部分的には売春は合法じゃないかと、いろいろ言ったんです。韓国はどうしたんだと。韓国はベトナムでですね、たくさんのベトナムの女性をレイプしてですね、大体その結果、大体犯と言われるね、その、子供たちがたくさんできて社会問題になってるんですよ。ところがですね、山際さんはそんなことを言うけれどもですね、日本政府だって認めてるじゃないかと言ってですね、そっと紙を差し出されたんですよ。何の紙だったかというとですね、これはね、その時はコール談話じゃなかったんです。これはリチャード、ピーター・クーという中国系の司会人に差し出された紙を差し出された。小泉純一郎さんのですね、小泉首相の慰安婦に対する詫び状だったんですよ。詫び状。なんと書いてあるか。河野談話みたいなことが書いてるんですよ。誤ってですね、今やっぱりピッピになりましたから、最後だけ言いますとですね、我々はですね、我々は過去の重みからも未来の責任からも逃げるわけにはいきませんと。書いてあるんです。それを差し出されたんです。
日本を認めてるじゃないかと。私は背中からですね、背中から狙撃されたような気持ちになりましたよ。どこからそれを手に入れたんだと言ったらですね、なんとワシントンのね、ワシントンの日本大使館のサイトからこれを手に入れたんだって言うんですよ。見たらですね、紙の隅にですね、ジャパニーズエンバシーとかなんとか書いてあるんですよ。こんなことばっかりやってるんですよ。こんなことばっかりやってるんですよ。我々がやらなくてはいけないのはですね、我々日本人がやらなくてはいけないのは、強制連行はなかったんだよということを言わなくちゃいけないんですよ。制度例じゃないんだということを言わなくちゃいけないんですよ。ところがこんなことばっかりやってるんだよ。小泉純一郎さんが謝りましたよと、我々は謝ってるんですよと。河野談話はそうなんですよ。みんな河野談話を持ってるんですよ。河野談話で日本も謝ってるじゃないか。実際に謝ってるんですよ。今も謝ってるんですよ。ブレンテールでも謝ったんですよ。フランスの漫画祭でも謝ったんですよ。こんなことばっかりやってるんだよ。こんなことを許してちゃいけないんですよ。今すぐ直ちにですね、直ちに河野談話を撤回しなくてはいけない、そう思います。私は最後一言だけ、時間ありませんけど、台湾の若者たちに学ぶべきだと思いますよ。台湾の若者たちは独裁国家中国に乗り込まれちゃいけないと思って立ち上がったんですよ。日本のバスケでバカだから全く関心を示さないけども、自由を守るためにですね、自由を守るために、民主主義を守るために、台湾の若者は立ち上がったんですよ。なぜ立ち上がるか、なぜ立ち上がるか、ここが重要ですよ。李登輝さんが民主化を進め、本土化を進め、そして教科書を変えたんですよ。新しい教科書と同じですよ。教科書を変えたんです。認識台湾という教科書を子供たちに配ったんです。それは台湾統治、日本の台湾統治を公平に書いた教科書なんです。それで学んだ子供たちが、台湾は台湾だ、中国は中国じゃないと言って立ち上がったのが今回の戦いなんですよ。日本の政治家、台湾の子供たちは日本精神で立ち上がったんですよ。日本精神、李登輝さんが作った教科書なんですから、日本の政治家も台湾の若者に学ぶべきだと。あの台湾の若者を応援するのにですね、シュプレヒコールの一つだけありませんが、ホエホエクマと言ってですね、ホエホエクマって言うんですよ。私がホエホエクマって言いますから、これはね、台湾と中国のサービス貿易協定を撤回しろって意味なんですよ。これを3回やりますから、皆さん拳を突き上げてですね、ホエホエクマでですね、台湾の若者をですね、応援しようじゃないですか。ホエホエクマ、ホエホエクマ、ホエホエクマ、頑張りましょう。次に、史実を世界に発信する会事務局長の茂木博光さん、お願いします。茂木さん、あの追加資料はあります。今横から配りますので、皆さん横にその資料を渡し、あの順番に渡していただけますか。じゃあ茂木さん、お願いします。はい、皆さん、どうもこんばんは。1人に7分でしたっけ。もう16分ぐらいオーバーしてます。もうマイナスですから、ここでこれで、終わりですっていう感じになっちゃうかもしれませんが、ですね、一つですね、どうしても今日申し上げたいことがあるのはですね、今日まあ登壇された方がいろいろな見地から慰安婦問題をお話になって、そして河野談話というものがですね、いかにひどいものかということもお話になったと思います。で、実はですね、もうそれは当たり前のこととした上での、話なんですね。私は申し上げたかったのは、というのはですね、アメリカもですね、実は分かってるはずなんです。そうだ、分かってるんです。政府の
上の方は。当たり前のことですよ。米軍の調書ではっきりこの女性たちは売春婦以外の何者でもないということがですね、先ほど茂木さんの方から紹介になったようにはっきり書かれているわけで、分かってるんですね。分かっているけども、この談話を撤回するなというシグナルをずっと送って、シグナルどころかですね、安倍政権が誕生してから手を変え品を変え人を変え、ある時は国務省の高官であったり、ある時はケリー国務長官であったり、ある時はバイデン副大統領であったり、ある時はヘーゲル国防長官であったり、まあオバマ自身は出てきませんが、それこそオバマ政権のですね、総力を上げて日本を抑え込もうとしてるんですね。それは実は本質であってですね、もはや、シナがですね、どう言おうか、韓国のその、反日的な団体、あるいは韓国マスコミ全部そうです、それから韓国の一般大衆もですね、ああいうひどい反日教育を受けているので完全に、洗脳されてますから、竹島も当然そのように思ってると同じようにですね、慰安婦をその、強制連行された性奴隷だというように思い込んでるわけですね。でとりあえずそのもう韓国人はもういいんですよ、どうでもいいんですよ、はっきり言って、どうでもいいんです。要するにあの理性とかですね、歴史事実を前にして話すとかそういう問題ではないんですね、あの人たちが。とにかく日本に難癖をつけられるテーマがあればですね、それこそ、まさに大統領が去年の3月1日に言った通りですね、1000年間その恨みを忘れないというのが彼らであって、そして彼らが日本を許す時というのはですね、ひざまずいて土下座をして悪かったと言って、そして領土をいくつか差し出す、そうした時、それが初めて謝罪なんですね、韓国人にとっては。それは大曽我さんも私にすぐに、言いました。それが朝鮮民族の考える日本人の我々に対しての謝罪なんだと、朝鮮人がそう考えてるんです。だから初めからもうね、無視していいわけです。で問題は何かというと、ですからアメリカなんです。そしてもはや慰安婦問題はですね、歴史認識の問題でももちろん人権問題でもなくてですね、実は安全保障の問題になってるんです。でなぜ安全保障の問題かというと、これはアメリカが旧態依然とした全く新しい時代に対応できない外交しか考えられなくてですね、そして相変わらずですね、まるで1960年代かのようなですね、70年代、まあ80年代もそうです、冷戦時代であったかのようなですね、太平洋の覇権の構築の仕方を日本と韓国をセットにして、アメリカの太平洋の権益を守るためにワンパックにして使いたいという、ただそれだけのことなんですよ。それ以外は発想を持てない連中なんだ、アメリカ人が。それだけアメリカは今はもう衰退してるんです。冷戦後ですね、アメリカ一極主義になった後ですね、それが見事に21世紀の最初の年の9月11日に同時多発テロによってですね、そのアメリカ一極主義が打ち破られたわけですね。でそしてその後の混乱をどうすることもできなくて、自らの力の衰退をですね、シナに国債を買わせることによってなんとか経済的に食いつなぎながら、あとはしかしそれでもシナをある程度押さえつけなければいけないということで、そこで太平洋を日本列島をまさにですね、永久占領した形で使おうとしているという、ただそれだけなんですね。実は慰安婦問題の本質はもうそこにしかないんです。3月16日、今年の3月16日にですね、朝日新聞がジョセフ・ナイの長文のインタビューを掲載してました。そしてその時ジョセフ・ナイ、知日派って言われてますが、とんでもない
答えを知っているか。安倍内閣についての理解を示していろんなことを答えながらですね、集団的自衛権も必要だということを言いながら、朝日の大島隆というニューヨーク、ワシントンの特派員がいるんですね、国務省の記者会見の時にですね、はい、朝日新聞の隆ですっていうバカな人間ですけど、要するにファーストネームで言うようなの、まあ、その大島隆のインタビューでジョセフ・ナイがこう答えてるんです。集団的自衛権はいいけども、憲法を変えるってことになると、これはちょっと周辺諸国がいろいろ疑念を抱いたりするんではないか、危ない方向に走るんではないか、それをそういうことは問題だ、そしてそれは、歴史認識の問題だとか、最近の、首相側近の動きの発言だとか、そういうことから見ると、懸念が言うことを言っているわけですよ。要するに明確にジョセフ・ナイはですね、日本の憲法改正を否定してるんですね。そしてそれをまさに今やアメリカのポチとなった朝日新聞が一緒になってですね、安倍政権を抑え込もうというような、そういう今構造になっていて、ですから河野談話を撤回するということによって韓国と日本の仲が悪くなる、ただそれだけが嫌だというだけの、実にバカバカしい、くだらないですね、とんでもない時代遅れの安全保障的なスキームしか持てないアメリカだから、そういう発言しか出てこないわけです。でそれと同時にですね、当然南京もそうです。そして周辺諸国に疑念を与えさせないためにというね、そういう枕言葉を使いながらですね、河野談話の撤廃や日本国憲法の改正に対してあくまでも防ごうという、そういったアメリカの悪意をですね、実は日本人はもう感じ取ってるんですよ、この1年間で。それが実に大きいことであって、今やアメリカは本当に自分たちに突きつけられているこの時代の選択肢、台湾の学生を見ればいいんです。先ほど山際さんも言ってましたけど、アメリカがいかに今情報が感度が鈍っているか、水島さんもおっしゃっていました、70年間、まあ、69年ですが、外国に占領されたまま外国の軍隊を置いていて、長時間にわたって、リレートークでございますが、大体この手のものは私が出ると大体終わりに近づいておりまして、で今日ですね、この後、まあ、お待ちかねの方もいらっしゃると思いますが、玉上俊夫さんがこの後しゃべって最後になります。私がしゃべった後、玉上さんがしゃべるというと、なんか都知事選の頃を思い出してしまいまして、で都知事選の頃、私なんか玉上、候補の応援をするときはですね、やはり選挙ですから、こう下にね、衣を何十枚も巻いて、言いたいことの100分の1も言えなかったんですが、今日は言います、今日は言います。しかし、大体ですね、こういうところはもう後になればなるほど、言いたいことはほとんど言い尽くされておりますので、ちょっとですね、原点に帰って、慰安婦の問題ということで、に絞って言いたいと思いますが、一体これ何が悪いのか、売春が悪いと言われてしまうと、まあ今、売春をやってる国、文明国でも公的にやってる国ありますが、少なくとも日本は昭和33年、西暦でいうと1958年に売春は禁止されてるんですね。法律はその前年に、制定してますが、昭和33年に、売春は禁止された。これ昭和33年っていうと、私などが半ズボンかなんか入ってランドセルを背負ってた高顔の美少年だった昭和33年長嶋茂雄がデビューした年ですよ。一方女性の人権ならなんだかんだなんだって一人前の口を聞いている韓国が売春を禁止したのいつだかご存知ですか。平成16年ですよ。西暦でいうと2004年。そうですね、こういう場合は成立の方が早いし、パッとあれすると、なんとね、日本が買収を防止したと46年もあの国は恥ずかしげもなくやってるんですよ。その国が何を生意気なこと言ってんだと本当にそう
諸説でおっしゃいましたけど、軍隊に売春がつきものなんですよ、売春というのは。これはね、あのフランスの映画のフリーノなんか見ると全部そういう話が、まあ、モロッコだとかね、外国でみんなそうですよ。これはあのルル、皆様のおっしゃったように、これは必要悪なんですね。で、皆さんこんばんは。いよいよ最後になって皆さんも相当お疲れだと思いますので30分以内には終わりたいと思います。皆さんの話を聞いてて、あの本当にこの日本は反論も十分してこなかったと思うんですよね。向こうが言うことに対してきちんと反論してこない。で、これきちんと反論することも大事ですけれども、やっぱり相手が嫌なことを攻撃しないとダメだと思うんですよね。だから反論は反論でする。で、その上でこれを言ったら韓国は困るだろう、嫌がるだろうという、例えば先ほどベトナムの話なんか出てましたけれどもですね、ベトナム行って調べて、韓国が慰安婦のことを一言言ったら、その雷大藩のことを10言ぐらい言うと。日本は経済的に見ればですね、韓国をまあ牛耳ってるわけですから、貿易やめるぞとかですね、言ったらいいと思います。韓国は日本がそういうことに出ると吹っ飛ぶと思いますけども、韓国が吹っ飛んでも日本経済はびくともしないわけですから。反論するだけというのは結局選手防衛なんですね。守るだけなの。ボクシングでですね、選手が殴ってくるというグラブを構えて受けてやってるだけというのが、まあ反論だと思うんですよね。これでは相手は痛くも痒くもない。彼らには心がないわけですから、痛くも痒くもない。だから彼らが困ることをとにかくやる。で、国連民がですね、日本にその慰安婦のこれをなんか報告書出せと言ったらですね、国連分担金は半分にしたらいいと思います、あんなもの。日本がですね、やはりこの相手が困ることを次から次にやっていく、要するに専守防衛ではなく攻撃に出ていくということをやらなければ、これは収まらないと私は思います。国内のこの反日勢力に対しては当然朝日新聞は取らない、 NHK の受信料は払わない、そういったことをやっぱり徹底していくことが必要なんではないかと思います。日本政府は攻撃をしてこないというふうに思ってるから、いろいろ彼らは好き放題やって自分たちだけが潤おうとするわけですよね。だから彼らが反日行動を取れば損をするという状態を作り出すことが必要ではないかと。で、そのためにはですね、やっぱり政府が先頭に立って戦うという気概を示さなければダメだと思います。総理大臣、官房長官、外務大臣等がですね、戦うという姿勢がなければ役人も戦えないですよね。戦争は指揮官が負けたと認識した時点で終わりです。ですから指揮官が戦う、負けてない、勝つという意識を持たなければ勝つことはできないんですよね。で、今日本の役人はですね、もう志がもう大変下がってますから、総理大臣がカラスが白いと言えばカラスは白くなるんです。彼らは本当に何でも官邸だみたいなもんですからですね。総理が変われば、官房長官が変われば、外務大臣が変われば、役人も変わります。ですから、日本がまず、この政府の首脳が戦うと、慰安婦問題について戦うという姿勢を決然と示してもらうように、我々も運動を続けなければいけないと思います。そしてその上で我々民間も一緒になってですね、相手が嫌がる、相手が困る、そういったことをどんどん攻撃していくということが大事ではないかというふうに思います。攻撃をしなければ戦争には勝てません。これは情報戦争ですから、とにかく日本は攻撃を受けて守るだけではなくて攻撃に打って出るということが必要ではないかなというふうに思っています。皆さんもお疲れだと思いますので、私もちょっと長い間話そうかと思ったんですけれども、評判は気にしてますから私も、まあ、今後のこともありますので評判は気にしなきゃいけないんですけれども、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。